時代主義は、将が大に使えること、強い勢力に突き従うという考えを意味し、行動様式の一つ。東アジアでは、外交政策の方針として用いられたこともある。時代の語源は、孟子の異称時代の一節である。孟子には腰が呉に使えた例が知恵として書かれている。つまり、小国のしたたかな外交政策というのが、本来の意味であった。 しかし構成になると、大義名分論と結びついて、小国である自国は、その分をわきまえて、自国よりも、大国の利益のために尽くすべきであるや、支配的勢力や風潮に迎合し、自己保身を図る考えといった否定的なニュアンスも、帯びるようになった。孟子の語源にあるように元は、中国の戦国時代の諸国軍友拡挙における、外交策略であったが、寛大以降、中国では、 作法体制すなわち周辺諸国にとっての時代兆候体制が築かれることになる。こういった背景から中国への時代主義と小中華思想は複雑な緊張、影響関係を保った。本体時に土下座する人祖これ以降、朝鮮は時代先を成長に変更することになった。作法体制による外交を時代外交と呼ぶ場合があり、この意味では 白木高麗、李朝など、白木以降の朝鮮半島に生まれた王朝の多くは、中国大陸の中原を制した統一国家に対して時代してきたことになる。しかし、中国王朝へ長考しつつも、白木や高麗は、中国王朝との対決や、独自の皇帝号の使用なども行い、高南を織り混ぜた対中政策をとった。しかし、李朝の場合、その政策は、 時代降臨と言われ、時代主義が外交方針として強いものだったとされる。李朝を開いた李政権は、伊賀島海軍の際に、章をもって大いにこと振るわ、北国の道と唱えて、民との改戦を決定した、当時の高麗政権を倒し、明王朝を開いた主権章もこれに応えて、李朝建国直後の1392年に、 声共自らよらしむことを条件に独立を保障することを訳した。16世紀に朱子学の系統化が進むと時代の姿勢はより強化されていくことになる。つまり、作法体制を明確に、君臣関係と捉え、大義名分論をもとに時代は、君臣の分、時世に関わらず、誠を尽くすのみと本来報告の手段に過ぎなかった。 時代政策それ自体が目的化されるようになる。朝鮮燕講師だった、朝剣は、時の民の皇帝万歴帝より越権を賜る栄誉を受け、大民帝国の一員として、世界秩序に参画していることに感激し、三期休校を通しながら、喜びの涙を流すまでになった。またこうした影響は、議長の内政面にも現れ、秋人であれば、 たとえ海賊であったとしても処刑することはできず、名へ丁重に輸送をしなければならなかった。そのため、後期和光と直接対峙した地方の武将たちは、戦闘の最中に、日本人と秋人の判別をつけるという難題に、さらされ、秋人を殺害したとして処罰されるものすら存在した。こうした姿勢は、李朝末期においてもなお継続され、清皇帝を天使として時代することを名目として、 近代化に反対する勢力が存在し、彼らは時代党などと呼ばれた。対して近代化論者には、欧米中心の世界認識と伝統的小中華思想を結合させ、成長を侮蔑したものも多かった。李朝の時代主義は伝統的な解秩序で合理化された。理長における解秩序は自らを中華に並ぶ文明国とする一方で、 政治的には民に時代する進化と位置づけていた。17世紀、女神族の神長が、漢族の明朝にとって代わり中原支配を確立させると、李朝の儒者たちはそれまで遺き金獣と下げ住んできた、女神族に中華を継承する資格を認めず、李朝こそが唯一の中華文明の継承者だと自負する一方、現実には神長に抗いがたく、 日のエネの乱により人祖は三気九校等の礼をもって、清次への心中を誓わされることになる。李朝の時代主義の実際の要因としては、高り、渤海滅亡後には、朝鮮半島の諸国家には中原に派を唱える、中華帝国や満州、蒙古の遊牧帝国に対し軍事的に防戦できず、また、高来の元への降伏以降は、朝鮮独自の皇帝号の使用が厳しく、 中華帝国から監視されるようになったため、時代主義を安全保障上も取らざるを得なかったことなどが挙げられている。李朝末期には、政変が起きるたびに、清ロシア帝国、大日本帝国、アメリカ合衆国など、様々な国家に時代先を変え、国内の統一が取れなくなり、ついには大日本帝国との併合を余儀なくされることとなった。韓国においては、 構想や便秘の時代先を次々に変えた行動を朝鮮の独立を守るためであったと評価しているが、李朝末期はすでに独立国と呼べるような状態ではなく、再起港や午前からのように、それを場当たり的な対応に過ぎないと評する研究者もある。韓国の牧世紀元大統領は、次女、国家、民族、私で、我が半万年の歴史は、一言で言って、 大英と粗雑と賃貸の連鎖史であった、古速、怠惰、安逸、日和見主義に示される、小二病的な封建社会の一つの縮図に過ぎないと述べている。僕は、朝鮮史における時代主義を自覚し、自著、反民族の進むべき道で、韓国人の自立精神の欠如、民族愛の欠如、開拓精神の欠如、大敗した国民道徳を批判し、 民族の悪い遺産の一つとして、時代主義を挙げ批判している。北朝鮮においても、近日政国家主席は、朝鮮における時代主義は、封建統治者のみならず、朝鮮革命運動家にも蔓延しているとし、その例として、朝鮮共産党の承認取り消し問題を挙げている。彼らは、派閥構想を繰り返し、それぞれが、 コミンテルンに時代し、自派の正当性を主張したことで、結局は承認を取り消されるうき目にあったとし、朝鮮革命運動を成就させるには主体を打ち立てなければならないとした。北朝鮮の公式イデオロギーである主体思想の名称は時代主義の克服という意味が込められている。日本には時代という政治的用語も明確な概念もなかったが、 中国大陸の小王朝の作法体制下に入りこれを政策的に利用しようとした時期も存在する。五官書によると、県務中元2年、博多湾沿岸に所在したとみられる、罠国の主張が五官の公武帝から大和八国王に作法されて、金印の玉物、値を受けており、また、和国王の水晶が英書元年に幾知を献じてきたとする記述がある。 この兆候は5世紀末頃まで断続的に行われた。この時期の和国王は中国首相に名が見えるものが三、陳、墨、京、武という五名おり、これら五王は4世紀後期から朝鮮半島南部の蚊帳諸国軍へ資源、利権獲得のために介入しようとしたため、その地の作法を受け大二名分を得ようとしたものと考えられている。室町幕府の三大将軍、 足利義満は九州の商人、小泉なる者から、対民貿易が莫大な利益を生むことを伝聞した。だが民は、海始層のイデオロギーから、長江を建て前とする貿易のみにいる義満は1401年5月13日、小泉と仏僧、ソアを命に派遣し、国交を申し入れた。民の使者は、翌1402年8月3日に来日し、 吉シの申請を聞き届ける胸の国書を施行し、ここに、いわゆる看合貿易が開始された。明の使者が携える国書には、しか、日本国王元動義すなわち、吉シを明の作法国の王として認めるという意味の表記があった。対して吉シは、明への国書に、明帝の進化という意味の信玄と記した。吉シの国内での権力の確立には、 潤沢な資金を要する。ゆえに莫大な利益を上げる対民貿易を継続する。上で、作法体制下に下ることは必要不可欠であり、吉満はなお捨てりを取ったものと言える。当時これには、幕府内部にも批判があったが、吉満の県政の前では、公の発言ができず、おのの日記などに記すのみであった。吉満の死後、こうした批判は表に現れ、 韓合貿易は一旦廃止されるも、六大将軍、足利義則が後に再開する。一方で、日本には中国を中心とする時代的世界観への拒否反応も強く、和王から遂の羊台に当てた国書の書き出し、日出書店誌松室処備没書店誌無用運々は、対等外交を明確にしたものとして有名であるが、羊台は中華的世界観と相入れない。 この文面に立腹したと伝えられる。また、第一次朝鮮出兵の講和交渉で、豊臣秀吉は、文禄五年九月、来朝した民の施設と会見した。秀吉は民の幸福の報告を事前に受けるも、それは虚偽の報告であり、実際の民の施設の告書の内容は、秀吉を日本語と認め、兆候を許すといったものであった。 秀吉はこれを日本を属国視するものとし、帰って激怒し、死者を追い返して、朝鮮への再度出兵を決定した。江戸期の複数の昭和本に、受学者が四谷から新宿に引っ越し、なぜわざわざ不便な土地へ引っ越すのかと聞かれ、党に三里近いからだと、真面目に答えたという小話が記載されている。無論これは、昭和としての創作であるが、当時の受学者が党を、 孔子の本国として偶像死する傾向と同時に、四谷でも、新宿でも等に、はるか遠いことには、変わりないのに不便な新宿へ引っ越すというそのありさまが、冗談の種にされていた、当時の社会的風潮をよく伝えている。米国民政府のアンガー高等弁務官に、万歳参照する、琉球人琉球王国では、明新琉王朝から作法を受けていたことから、日本本土よりは、 時代主義の影響が強かった。朝鮮よりもさらに小国であるため、自前の兵力だけで他国の侵略を防ぐのが困難だったからである。シュレーモンの変額守る礼の国とは、中華皇帝に対して、真珠の礼を守っている国を意味しており、琉球時代主義を具現化した言葉であった。つまり、シュレーモンとは、朝鮮の芸音門に相当するもんだったのである。 琉球国王とその家臣は首里城にて三気九高等の礼を作法師に対して行った。琉球王国は明治政府によって沖縄県が設置され大日本帝国に併合されたがさらにその後の沖縄戦によって大日本帝国よりもさらに強いアメリカが衆国を身をもって見せつけられたことで沖縄の時代主義は一つの転機を迎えた。戦後、 収容所に入れられていた住民らが帰還した際、那覇市にあった山下町が山下智之陸軍大将を早期させるということから、ペリー区に解消するなど、占領当局に迎合した解明が行われた。そして1960年より、米国民政府によって、高等弁務官資金が設けられた。これは、高等弁務官の自由裁量で管内の市町村に資金を投入するというものであった。 市町村の主張は、高等弁務官に取り入るべく、流米親善委員会を組織し、米国民政府が推奨する、流米親善を演出した。高等弁務官の地方視察は、さながら君主の行行の間を停止、中には、高等弁務官閣下に、万歳参照する者も,も出た。また、大義見智則のように、戦前は大日本帝国のおいを懸念して、南進論を鼓舞し、 戦後は一転して、米国民政府の意向を借りて、アメリカの協力のもとに、琉球独立を訴えるなど、常に創始国の意に沿った主張を展開する、政治家もいた。一方、前述の牧世記大統領の批判のように、琉球王国及び沖縄県琉球独立運動における、時代主義についても、厳しく批判している者も,もいる。新興沖縄千年史を表した。 新屋敷公判は、第二直押し王党への疫性革命が行われた時に、もう木き踏みが叫んだ。モノクレイユスド、我が御主、内孫サド、我が御主殿こそが我らが、主君は、実力者に迎合し、利権に群がり、人権を無視した行為を正当化したスローガンにほかならない、と厳しい必中を加えている。沖縄学の大化、伊波フユーモ、古流級で、 沖縄人の欠点として、時代主義、防音気質を挙げ、他府県人から侮られるのは、言語風俗が異なるからではなく、このような県民性であるからだとし、彼らは自分らの利益のためには友を売る、死も売る、場合によっては国も売る、沖縄人は市民としても人類としてもごくごくつまらないものであると強く批判している。しかし、アメリカも、 沖縄の日本への帰属意識を削ぐことはできず、アメリカへの時代主義は長く続かず、1950年代には本土復帰運動が始まり、1970年に米軍兵士による不祥事が立て続きに起こったことでピークに達した。コザ暴動が発生するとアメリカに琉球を分離しておくことは不可能と考えさせ、1972年に沖縄返還、 日本に復帰した。琉球という故称は、自称の、内縄や明治以降の、沖縄とは異なり、名、新領王朝や米国から与えられた国名であって、外来勢力に対する時代主義を象徴する、故称であるという主張があり、特に復帰直後はそれに対する拒絶感情が強く、王国時代に育まれ、琉球文化と呼ばれたものについても、沖縄文化と言い換える例があったという。 ありがとうございます。